なんかよく私動画内で結構ラーメンとか食べてるような感じがするんですけど、そんな別にラーメンなんか全然1ヶ月に1、2回しか食べてないんですよ。でもまた今日もラーメン食べたくなったんで 久しぶりなんですけど食べたいと思います。なんか家に韓国ラーメンが謎にあったので、私買ってきてないんですけど、これをどっちか食べようかなって思います。でも私はやっぱりカンジャミョンが個人的に好きなので、カムジャミョンを食べたいと思います。もうね、すごい暑そうなので半袖着ました。今から1時間弱かかるんですけど、歩いてカフェまで行ってこようかなって思っています。ということで、バイバーイ。근데 아직 5월이잖아요. 근데 너무 더워요. 앞에서 사람이 왔다. 너무 부끄러우니까 여기까지 할게요. 나중에 봐요. 드디어 발견했어요. 몇분 걸었지? 아, 수고했다. できました。最近私は映画を見るよりバラエティ番組を見るのすごいハマってるんですね。ハートシグナルっていう恋愛バラエティみたいなのがあるんですけど、それにすごいハマっていて、で前から知ってはいたんですけど、ラブキャッチャーっていう番組が別にあって、それとすごい似てたので見てなかったんですよ。でも最近結構見てる方も多くて、気になって見てみたらハマってしまって、それをね、第1回放送から今見てます でもちろんネットフリックスとかは使ってなくて、韓国の無料サイトからいつも見ています。なので若干下に英語の字幕とかいらない字幕が出てきたりはするんですけど、無料なのでそれで見てます まだシーズン1なんです、私が見てるのは。ここにあるんですけど、反対にしようかな。適当に、例えば「タシポギ」とかって調べると、こういう感じでサイトが出てきて、結構広告とかあるんですけど、これで見てます。でシーズン123って感じであるので、今1から見てます。